皆さんこんにちは、 DOT 劇団役とどうもトトです。今日はですね、我が DOT 劇団に新しい仲間が加わるので紹介したいと思います。それがこちら。はい、こちらでございます。皆さん見てもらったら、あれ、ただの木の皮が入ったカップじゃないかと思うんですが、実は新しい仲間はこちらにいるんです。では紹介していきたいと思います。さあ、こちらでございます。はい、新しい仲間はこちらのコクワガタのオスになりますね。で、こちらは虫くじで手に入れました。ほら、すごく可愛くて、ほら、勇ましい感じです。ほら、大きな顎もちゃんと揃っております。そしてこの子見てもらったら分かるんですけど、かわいそうなんですけど、一本爪がありますね。で、こちらはきっと野生のものを捕まえたので、まあ他のクワガタやカブトムシとの戦いに敗れてしまったのかもしれません。でも大丈夫ですよ、クワガタくん、ここにいれば絶対に平和に暮らせますからね。はい、ということで今回こちらのクワガタくんが新しく DOT 劇団に加わったことを報告いたしました。で、視聴者の皆さん、これからもこちらのクワガタくんや私ドット、そして愛犬イチくんのこともぜひよろしくお願いいたします。この DOT 劇団ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。グッドバイ。